おはようございます。お食事をお持ちしました。失礼します。朝食のお支度をいたします。やはり見ていたのですね。気がつきませんでした。いえ、あの場合はあれでいいんです。誰かに見つかったとしても、私一人ならいろいろ言い訳ができますから。中に入れるかどうか調べてました。はい。あそこには地下室が。前までマッシュルームの栽培場として使っていたと本社の人に説明されましたが、今は建物が老朽化して危険だから近づくなと言われてるんです。マッシュルームは光を当てないで作りますからね。推測ぐらいしか。この先は私をパートナーに選んでくれたらお話しします。あの建物はいつも庭師のゲオハルトが見張ってるので、近づくときは注意してください。ええ、昨日は珍しく姿が見えなかったので、私も行くことができたのですが。お食事の支度をしてよろしいでしょうか。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。仕事ですから。今年で3年目です。4人の中では一番長くいます。はい。ドクターは
その私たちにどんな印象を持たれたでしょうか。はい、誰が一番気になりますか。ジョークでもみんななんて言わないでくださいね。何でもありません。はい、どうぞお召し上がりください。お祈りはしないのですね。今日は日曜日です。この後祭壇の間でミサがあるのですが、よろしかったら参列してみませんか。お待ちしてます。ドクター、いらっしゃったのですね。もうちょっと待っててください。司祭様が来たらすぐに始まりますから。ドクター。ボンジョルノ。トマトにも弱いよ。よう、珍しいな。こりゃひでえ格好だ。ネクタイもしねえでミサに出る気かよ。日本人ってな、どこにでも同じ服で顔出すんだな。お待たせいたしました。それでは本日のミサを執り行います。ミサへご参列いただけるとは。はい、
この私がミサを司ります。どうしました？そうですか。では本日のミサを。はい。そうですね、昼過ぎまでは。それは残念です。何かご用でしょうか？別に構いません。わかりました。マシューの6章、主イエスが弟子たちに教えた祈りです。天におられる私たちの父よ、あなたの名前が崇められますように、あなたの国が来ますように、あなたの心が行われますように、天におけるように、地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。主イエスの御名によって、アーメン。この祈りは6つの願いです。はじめの3つは神様の、あとの3つは私たちについての願いで、最後に契約の言葉で終わります。それから続きが、
わかりました。こちらも終わりました。はい、並べました。段ボールの中身です。整理の仕方はこれで良かったでしょうか。本はともかく、道具類は使用法が不明なので形状別に分けました。はい。他には何かございませんでしょうか。では、失礼します。じゃあ聞くけど、あなたは何をしてたの？部屋にいました。まさかずっと部屋にいたの？そうです。呆れた。どうして私の言いつけを守れないの？旦那様からは何も言われてません。旦那様が何もおっしゃらなくても仕事の効率というものがあるでしょ。スケジュール通りに動いてくれないといつまで経っても仕事が終わらないじゃない。クリスさんはこのお仕事を数字で考えてるのですか。何を言いたいの。主人と仰ぐ方の望みを全てを尽くして叶えて差し上げるのがメイドです。私たちは誰のために仕事をしてるのですか。お仕えする方の望みを満たすためではないでしょうか。クリスさんは仕事のための仕事をしてるように見えます。あなたこそチームワークを乱すのはやめてちょうだい。以前もこんなことがあったわね。真冬なのに旦那様がお部屋に飾る花が欲しいとおっしゃった時、あなたは暗くなるまで外で花を探し回ってた。あの時もあなたのやるはずだったお掃除を私とジェーンが手分けしてやったのよ。でも旦那様はお喜びでした。それがダメなのよ。ダメとは思いません。
覗き見してたのですか。できれば私たちのことは放っておいてください。ドクターもそうお考えなのですか。聞きましたか。聞いたけど、それが？そういう主人のわがままを聞くのはいいけど、細かい仕事がおろそかになったら結局後で文句を言われるのよ。でも…いい加減にして。しましょう。旦那様のご用を聞きに行きます。こんなところかな。まあね、いつものことだから。ところでドクター、日本には何か気の利いたジョークはないかね。そうだな、私から言わせると、
イタリア人のジョークはもう一つ深みが足りる。イタリアのはむしろジェスチャーで笑わせようとするからな。ドイツ人と日本人とイタリア人の兵士が連合軍の捕虜になった。彼らは拷問を受け、作戦の機密を話せと迫られた。だが最後まで何も喋らなかった兵士が一人いた。それは誰だと思う？なぜだね。ごめんと。ドクターとはこれからも楽しく食事できそうだ。次は君の方からジョークを聞かせてくれっかね。